バレーあるある、車で娘に説教するバレーママ。ふう、ただいま。お疲れ。今日先生何注意された？足上がってないって言われた。それはあんたのせいやな。あんたがちゃんとレッスンせえへんからそういうこと言われるんじゃ。でも前よりは良くなったって言われた。それは私のおかげやん。私が毎日送り迎えしてあげてるし、まあちゃんとご飯とか私が管理してるからろ。ママのおかげやわ、それは。ありがとう。とかさ、美穂ちゃんめっちゃ上手くなってない？あれなんでやろか。なんであんたはできひんの？触ってるからじゃん、まあ、ちゃんとやったら。てかさ、今度のくるみ割り人形さ、なんで愛理ちゃんがクララ役なわけ？なんであんたが友人なん？さすがにあの子よりはあんたの方が上手いと思うけど、まあ日頃の行いちゃう。てかさ、もうちょっとさ、膝伸ばしたら、膝伸ばして肩下げたら。先生にめっちゃ言われてるやんか。まあ私バレエ分からへんけど、そういうとこちゃう。あ、ちょっと待って、ちょ、先生来た。ちょ先生、先生、おはようございます。あ、ごめん、ちょっと今出ますね。あ、ちょっとあんた行きなさい。あんたが、ちょっとこの間のさ、お土産渡すんだ。私が出しゃばってるみたいやんか。渡して、お礼よ、お礼。これお礼ね。はい、これも渡して。はい。で、この間もありがとうございましたってちゃんと頭下げなさいよ、これちゃんと。はい。で、先生はいつも感謝ですってこれも渡して。はい。ね、でも、先生お誕生日おめでとうございます。遅れましたけどすいませんってこれも渡しなさいよ、ほんま。一緒に行こうか、もうほんま。バレエ大好き。私が毎日送り迎えしてあげてるし、食事制限とかやってあげてるから。じゃあもう帰っていい？こう外すの忘れてた。一緒に行こうか、もうほんま。はい。